しょうか、キヌです。いや、盛岡も梅雨明けしましたね。もうとっても清々しくて気持ちいいです。そして夏の日差し大好きの中澤玲香です。もうね、ギラギラと輝く太陽がね、はい、私の心を燃やしてくれる。燃やす。そう、梅雨明けしたからこそですよね。そうなんだよね。でも、さあ今夜は素敵なお客様に来ていただきました。岩手出身のアーティスト、清美さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。すごくもう目がキラキラと輝いている素敵な女性ですよね。早速ですが、清美さん、自己紹介をしてもらってもいいですか。はい、岩手県は北上の出身の、マンドリンを弾きながら歌を歌っております清美です。そんな清美さん、はい、その北上市で先日ライブがあったそうですね。はい、そうなんです、北上の桜ホールで、マンドリンのコンサートをやらせていただきまして、そこでですね、記念コンサートをやらせていただいたんですけれども、はい、いかがでしたか、地元でライブっていうのは。はい、ですね、地元の幼なじみから、親戚とか、あと、まだ知らない、初めてのお客さんとか、みんな来てくださって、すごい楽しいコンサートになって。はい、そうなんですか。ところで、清美さんとマンドリンとの出会いっていうのは、はい、いつ、はい、どんな時だったんですか。ですね、北上の黒沢尻南高校って、もう名前が変わってしまったんですけれども、はい、うん、そこに器楽部っていって、マンドリンで構成された、マンドリン部っていうものがありまして、はい、そこに所属しまして、マンドリンと出会ってやったんですけど、その出会った結果、なんと CD が先日出たばっかりなんですよね。はい、そうなんですよ、4月22日、3日前にですね、私のミニアルバム、ファーストミニアルバムですね、清美というものをリリースいたしました。ズバリこの CD のテーマというのはどんな感じですか。ですね、東京の民族音楽といって、イコール和をコンセプトに作ったアルバムなんです。和とマンドリンがこう融合されたものなんですね。はい、ズバリ清美さんにとってのマンドリンの魅力ってどんなところですか。ですね、マンドリンっていうのは、トレモロって言って、腕を震わせて弾く奏法で奏でるんですけど、これはすごく独特の奏法なんですけれども、腕を震わせることによってですね、揺れが生じるわけなんですけれども、その揺れがですね、なんかすごく、アルファ波とか、はい、何分の揺らぎとかよくあるんですけど、そういうすごく人間の筋肉をほぐしてくれるような、すごく気持ちいい揺れを醸し出してくれる、そんな音色をか出してくれるのがマンドリン。うわ、なんか癒しの楽器、ね、癒しですよね。ぜひ聴いてみたいんですけれども、はい、演奏していただけるんですか。はい、今日は皆さんにマンドリンの魅力をお伝えすべく、今日ちょっとだけ聴いてみたいと思います。はいはい、そしてある方もいらっしゃってるとか。はい、そうなんです。一昨日ですね、桜ホールでコンサートをやらせていただきまして、そういう関係でですね、私のマンドリンの師匠であります、マンドリン界の第一人者であります青山忠さんに来てもらって、はい、はい、早速、はい、お願いしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。結構大きめのマンドリンを持ってますね。そうですね、はい、お店さんは随分と違っていますけれども、はい、では今夜は特別にお二人に演奏していただきたいんですが、曲紹介を清美さんからお願いします。はい、私のファーストミニアルバムに収録させていただきました、ドラマ冬のソナタより、最初から今までをお届けいたします。
きよみさんの今後の活動なんですけれども、ホームページに詳しく載っているんですよね。はい、私にはホームページがあるんですけれども、そこに詳しいことが載っています。そして私日記とかね、掲示板とかもあるので、ぜひメッセージいただきたいと思います。はい、それではコンビニを見ている方に、はい、一言メッセージをお願いします。はい、改めまして岩手県北上の出身のアーティスト、きよみです。7月22日に私のデビューアルバムですねをリリースいたしました。これはですね、 YMO のライディーンという曲をマンドリンでカバーいたしまして、それでインストに歌詞をつけて歌っております。ぜひぜひ手に取って聴いてみてください。はい、それではきよみさん、青山さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、コンビニナイトはまだまだ続くよ。